久保さんまあ確かにね早すぎたらダメっすね早すぎたらまあまあ知らないですからねうんだから今からあのなんだうーん何すかね今からなんだろうなうーん タイムマシンがこうやタイムマシンができるんです。まあでもそれはまあ、なんですかねもう、もうちょっと想像できないものを話したとしても想像できないので、タイムマシンは、まあ、いろんな映画とかドラえもんでも描かれてるので、まあイメージはできるので、あついにそういう時代になったかっていうのはあるんだけども、うーん、なんか想像できないものですよね。だからそれが出てきた場合に、まあ早すぎるから、それ何それみたいな話ですよね。 だから何すかね、当時、江戸時代の時に将来インターネットっていうものが出てきて世の中とつながれるんだみたいな話をしても、お前何それみたいな話ですよね。<laughs> ねそう、あの、将来、その、こういうスマホみたいなのが出てきて、これで通話ができるんだみたいな江戸時代に言ったとしても、はみたいな話ですよね。全く早すぎっていうね。それ早すぎだよ、みたいなね。だからまあ、この塩梅っていうのは難しいですよね。 アン梅イは難しいんだけども、じゃあできることって何かっていうと、常にやっぱアンテナを張っておくってことが大事なんじゃないですかね。やっぱその、えー、自動的ではなく、あの発信する側になってると、発信するものをやっぱ探す、常にやっぱ、ね、久保さんも多分知らぬ間に勝手にその、電波はもう、電波塔みたいな、なんか受信塔みたいになってると思うんですよ。常に発信してるんでね。 あ、これネタになるなとか、これネタになるな、あ、こういうことも世の中で起こってるんだみたいな、多分その受けられるんですよね。でもそれが発信側じゃないと、多分それは受けられないんですよ。世の中の敏感な動きっていうのには反応できないのかなと思います。だから、まあ、発信した方がいいと思いますね。いってらっしゃい。